ただいまー。あ、おかえり。って、どうしたのその髪。いやー、購買部が思いのほか激戦でね、押し合いへし合いでパンを買うのも一苦労。そういえば今日、水道点検で食堂が休みだものね。そっちを利用していた子たちが殺到したら、確かに戦場かも。ったく、そうと分かってたから、今日は終業チャイムと同時にダッシュって思ってたのにさ。原告の谷口の野郎、くだらない豆知識なんかで時間ロスしやがって。まあまあ。とりあえず食べましょう。はいよ。あれ？あきらちゃん、課題の絵が仕上げ直前だから、昼休みも美術室にこもるんだって。それで、夏美も例の手伝いってことで、昼食は美術室で撮るみたいよ。ふーん。なんか、からかう相手がいないってのも調子が狂うね。タマコだとツッコミが鋭すぎるから、いまいちやりにくいし。何それ。喧嘩売ってるの？あの二人も最初はどうなるかなって心配だったけど、うまくやっているみたいね。この前の土曜日は画材を買いに二人で街に出かけたってあきらちゃん言ってたしさ。土曜日ね。あれ？どうしたの千里。いや、まあ大したことじゃないんだけど、そういやその日遊びに行こうって誘って断られたなーってさ。何かの用事かなーとは思ってたけど、だったらそうと言ってくれりゃよかったのに。たまたまよ。それにあんただって言えるの？好きな子と約束があるからって。あれってちょっと気まずいんだよね。うん、まあね。昼休みを二人きりで過ごすのだって言ってくれりゃ別に止めないのにさ。もう公認の仲なんだから、もっと堂々と付き合えっての。それができないのがあの子の性格でしょ。知ってるくせに。変に気を回しすぎだっつの。まったく。それに訂正しておくけど、夏美は黙って行ってなんかいないから、あんたにも話してから行くって、さっきまで待っていたんだよ。そうなの？あんたも勘ぐりすぎ。まあ、気持ちはわかるけどさ。それにしてもいいに決まってるでしょ。なのにあの子と来たら。あの子、ちょっと調子に乗ってるんじゃない？最近いい気になってさ、田舎者のくせに。せめてさ、私たちには言ってくれればいいのに。あれだけ話し合って分かり合ったんだから、いつでも力になるつもりなんだけどな。そうね。だけど、今は私たちがどう言っても、多分夏美には届かないと思う。自分に自信を持たせられるのは、結局自分しかいないんだし。冷たいかもしれないけど、あの子が自分で解決しなきゃいけないんじゃないかな。そう、なんだけどさ。それにしても、今後はちょっとつまんなくなるね。今後？夏美とアキラだよ。これからは二人で行動することが多くなって、夏美と一緒にいる時間はどんどん少なくなっていくと思う。二人が楽しくやってるのは万々歳だけど、その分、以前みたいに三人で出かけるようなことはなくなっていくのかなーってさ。そんな大げさだって。なあに、千里。あんた、吹っ切れたんじゃなかったの？ああ、その点については心配いらないよ。もう整理もついてるし、こうなった結果については後悔なんて全然ない。守先輩にも悪いしさ。あらあら、ごちそうさま。だから、違うっての。なんていうか、その、友達よりも彼氏。まあ、当然といえば当然の思考なんだけどね。せっかく私たち3人で楽しくやっていたのに、それがなくなるのがちょっと寂しいかなって。なんていうか、花嫁を送った父の心境とでも言えばいいのかな。送ったことないくせに。でもわかるよ。その気持ち、私も同じだもん。複雑だね。いなくなってから大事さに気づく、なんてよく言うけど、やっぱり私も寂しい。あの子の思いを叶えてあげたかったのは本心だけど、正直、もうちょっと後でもよかったんじゃないかって、少しだけ思ったりもする。三人で過ごす時間、私も楽しかったしね。たまこ。それでも、いつまでも同じってわけにはいかない。変わらないままが一番だってわかっているけど、そんなの無理よね。恋人のこと優先的に考えなきゃ、相手にだって申し訳ないし、こっちだって、二人の時間と関係を邪魔しちゃいけないと思って、なんとなく距離を置いちゃう。そうなってくると、友達としてどう振る舞ったらいいのかって、正直わかんなくなるよ。ああ。それにで、どうする？え？千里、もしあんたさえその気だったら、今からでもなかったことにすることは可能だよ。あんたと夏美、どっちの味方かって言われたら、私はあんたの味方になってもいい。なんだいそりゃ。どういう意味だよ。そのまんまの意味だよ。それとも、ちゃんと言葉にした方がいい？冗談だよね。うん、冗談。あのね、タマさんや。ごめんごめん。でも言い方は変になったけど、千里が感じている不安はと私も同じだよ。あの子がアキラちゃんと付き合い始めてからなんとなくぎこちない。それが正直ちょっとストレスにも感じている。それはなんかさ、こういう時に気分がハイになる薬でもあったら便利なんだけどね。ほら、嘘なことを言うな。あんたが言うとシャレになんないでしょ。ん？ああ、そうか。よし、こんなものかな。終わったの？アキラくん。ああ、これ以上は打足になると思うからこの辺で。君吉、俺夢中になって。うん、いいよ。終わってからじゃないと気分よく昼食なんて食べられないもんね。だけど今からじゃ勾配。大丈夫、ちょっと待ってね。え、君吉、これって。今日は私がお昼を作る日だったから、アキラくんの分も作ってきたの。もしよかったら、食べてもらえない、かな。あ、はあ、もちろん！あきらくん、お茶。あ、ありがとう。それにしても君吉って料理上手なんだな。ああおかずは半分くらい冷凍食品なんだけどね。でもうまかった。俺のお袋って、こういうの苦手だから。なんか、嬉しかったよ。そうなの？よかった。また機会があったら、作ってきてあげようかな。素敵だね、この絵。え？私、絵のモデルになって描かれるのって初めてだから、すごく不安で、緊張して、大丈夫だった?動いたりして、描きにくくなかったかな?いや、全然。むしろ、長い時間じっとしてくれて、すごく助かったよ。そう?よかった。それに、絵は写真と違うからさ。モデルの造形よりも、その息遣いとか、その視線の先のものとか、いろんな要素をどうやったら表現できるのか、そんなことを考えて描くんだ。だから、写実的な表現は写真や映像に劣るけど、絵画は描き手の意思をその中に盛り込むことができる。自分の気に入ったところをさらによく見せようとしたり、頭の中に浮かんだイメージを描き加えたり、それが楽しいんだよ。とっても。すごいな。でも。え?これを見ていると私、ちょっとくすぐったい。こんなに美人じゃないのに、とっても綺麗に描いてくれたんだもの。嬉しいけど、なんだか複雑だな。そんなことないよ。俺は、ありのままに描いただけなんだから。ありがとう。私がモデルでこんなに美人なんだから、本当に綺麗な人だったら大変だね。綺麗すぎて、コンプレックスっていうか、嫉妬しちゃうかもしれないな。これでも、書ききれていない気がして、実はちょっと迷っているんだ。え?本当のことを言うとさ、俺は、君吉がどれだけ綺麗で、素敵なのか、それをみんなに伝えたくて、この絵を描いたんだ。でも、やっぱり本物にはかなわない。というより、今の俺の力じゃ、ここまでしか描けないのかって、悔しいくらいだ。あきらか。だからさ、君吉、いや、夏美。え?これからも、ずっと君の絵を、描かせてもらいたい。今は全然無理だけど、いつかきっと、自分でも納得できる絵を見せられるように頑張るから。ダメかな?ダメだなんて、私。私、もう戻らなきゃ、ごめんね。ああ、いや、こっちこそ悪い。結局、昼休み全部、使わせちゃって。ううん、気にしないで。私は、とっても楽しかったから。そういえば、あきらくん。次は何を書くつもりなの?え?ああ、次の課題は風景画。今度はちょっと思考を変えて、田舎の風景なんて書けたらなぁなんて思ってるんだ。田舎?うん。田園とか、古い建物とかさ。見晴らしのいいところなんて、最高だよな。あ、そうだ。確か、夏美の前に住んでいた町、鹿骨市の沖宮って言ったよな。え？うん、そうだけど。じゃあ、知ってるかな？同じ市のひなみ沢って小さな集落地。ちょっと前に、スケッチに向きそうな場所の資料を探していた時に見つけたんだけど。あ、これこれ。ここって、合掌造りで有名な村らしくてさ。それに、村の神社の高台からの眺めがすごくって、村全体を見渡すことができるって話なんだ。どうかな、ここって。もしいい場所なら、ぜひ一度行ってみたいと思うんだけど。そんなの迷信か。いい加減なこじつけでしょ。バカバカしい。あれ？このひなみ沢の村長さんって、君吉って言うんだ。偶然、夏美と一緒なんだな。そういえば、千里から聞いたんだけど、夏美の親戚に村の村長さんをやってる人がいるって、ひょっとして、この人？それは。うん？ああ、やっぱりそうなんだ。じゃあ、こんなパンフを読むより、詳しいよな。よかったら、教えてくれないか？いいけど。そうだ。ちょうど今月末、その村で村祭りがあるの。綿流しってお祭りで、よかったら一緒に行かない？一緒に？その、メかな。ダメだなんて、そんなことないよ。俺も、行ってみたいな。できれば、一緒に。うん。じゃあ私、道案内をしてあげるね。大丈夫だよ。大丈夫。そうなの。そういえば夏美も、そんな年になったのね。どんな子だい？優しい子ならいいんだけどね。うん。とっても優しい人。美術の特待生で、大きなコンクールでも賞をいっぱい取ってるの。この前私、モデルにもなって。そりゃすごいな。夏美がどんな風に描かれているか、一度見てみたいよ。成績が上がれば何かをやるときに武器になってくれるわよ。だから頑張って。ありがとう、ともえさん。それでね、一緒に旅行ですって？違うよ。今度の綿流しの日、私たち雛見沢に行くでしょ。その時にアキラくんも一緒に連れて行ってもいいかなって。一緒にって、お父さんの車には4人しか乗れないのよ。どうやって行くつもりなの？それは、だったら私とアキラくんは、バスで雛見沢に、大巻から高速バスが出てるし、それに乗って。ダメです。そんなのバス代がもったいないでしょう。そのことは、沖宮で合流すればいいじゃないの。それはそうだけど。大体その子、雛見沢に何の用なの？だから言ったでしょ。アキラくんは美術の特待生で、今度の課題に田舎の風景を描きたいんだって。それで私が、雛見沢の村内を案内してあげるって。だったら、知り合いでいい人を紹介してあげるから、その人に任せなさい。あなたも一緒に回ってもいいけど、二人だけなんていけません。どうして？当たり前でしょ。よそ様の子。まして、男の子と一緒に村を回るなんて、村の人たちが見たらなんて噂になるか。お母さんは、絶対許しませんよ。夏美ちゃん、その東堂君って男の子を綿流しの日に呼ぶつもりなのかい？うん、そのつもりだけど。夏美ちゃんには悪いけど、おばあちゃんも反対だね。綿流しの日によそ様の子を呼んで、もしお社様がお怒りになったら大変なことじゃないの。その子だけじゃない。夏美ちゃんにまでたたりが及ぶかもしれないんだよ。はあ？またお社様ですか。いい加減にしてくださいよ。余計なこと。たたりなんて。おかしいよ。だってお祭りには近隣の人たちもいっぱい来てるじゃない。どうしてアキラくんがたたりに会ったりするの？お社様はね、村に迷惑を持ち込む者に罰を与えるんだよ。その男の子がどんな子かは知らないけど、村の人たちは外から来る者に対してあまりいい感情を持たないからね。そういう言い方しないでよ。あきらくんも優しい人なんだから。しかしね、夏美ちゃん。やめてください、お母さん。たたりたたりって変なこと言って話をややこしくしないで。あのね、夏美。案内したいのが、いつも仲良くしている女の子たちだったら、お母さんもうるさく言いませんよ。でも、同級生の男の子と一緒に出歩くなんて、村の人が聞いたらなんて思うか分かってるの？ふしだらな女の子だって、あなたが言われるのよ。ふしだらって何？私そんなこと考えてないよ。母さんのその勘繰りの方が、よっぽど変だよ。何ですかその口の利き方は。あなたからも何か言ってください。それに好きな子ができるのは結構だけど、それに夢中になって成績が落ちたりなんてしたら、お母さん、承知しませんよ。中間が良くても期末テストだって近いんでしょう。その準備はできてるの？それに、もういい。ごちそうさま。ちょっと夏美、話はまだ。夏美、ちゃんと食後に薬を飲みなさいよ。聞いてるの？夏美。何よ。あんな言い方ってないじゃない。もう寝よう。でも、明日の朝は、また顔を合わせるんだよね。なら、殺しちゃう？どこ向いているの？夏美、私はここよ。どこから話しているの？もう、しょうがないな。そこの枕元の鏡、ちょっと取ってみて。それで覗いてごらんなさい。ほら。認めなさいよ、夏美。あなたは、本当はいい子なんかじゃない。いつも打算的に、相手の反応を見て、態度を変える。とってもいやらしい女の子。何にも知らずに可愛らしく振る舞っているけど、心の中では、いろいろ違うことも考えてるのよね。今日もそうよね。わざわざ絵を持ち出して、アキラくんに自分のことが綺麗だと無理やり言わそうとして、知ってたんでしょ？分かってたんでしょ？アキラくんが優しくて、本当はどう思っていても、あなたにとって嫌なことは絶対に言わないことくらい。やめて！ほら。じゃあ見せてあげるわ。あなたの本当の姿。そして、本当の願いをね。ねえ、夏美。お母さんは、あなたのことを思って注意してるんだからね。あなたも、君吉の家の娘として、ちょっと聞いてるの？夏美！ったら夏美、どこ行くの？まだ話は終わってやめなさい、夏美。あなた、何を考えてるの？やめ、春子、どうしたんだい？変な叫び声を上げて。ただいま。ん？なんだこの匂い。おい、ハルコ、一体これは何だ？殺しなさい。気に入らないやつ、幸せの邪魔をするやつはみんないらない。みんな殺せ、殺してしまえ。